どうしたどうしたもんなんだと。よしやろう。モヒカン残すよね。新納慎也です。2018年正月時代劇粉児たち蘭学レボリューシ編で杉田玄白役をやらせていただきます。杉田玄白といえばやっぱり丸坊主スキンヘッドということで、三谷さんはカツラでもいいよって言ってくれたんですけど、ここは役者の心意気、髪を剃りたいと思います。午後今10時になろうというところですが、今から断髪式を行います。行きます。まずはバリカンで身支度してから、はい、剃る。行っちゃっていいですか？はい。楽しい。楽しそう。楽しい。いやもう光栄です。ありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございます。いや非常に楽しいですね。人の頭を刈るという作業は、またぜひやらせてください。楽しみにしてます。いや結構いったよ。そうですね。初めて人の頭を刈ったのがニーロさんということで大変嬉しく思っております。徐々に伸びてきたらまた、剃りたいと思います。ありがとうございます。いいね、モヒカン。うわー、俺中学の時こんなんやった。すごい、もうフーリガンみたいですよ。フーリガンみたい。大丈夫。そんな笑わないよ。違う、ね、カメラ通すともう一個破壊力上がる。ほらな。すぐ言っちゃう。ねえ、普通に床屋さんとかでこれやるのいくらぐらいするの？俺昔丸坊主にしてる時1000円だった。触りに行こう。新しい、何これ。何これ。毛がねえくせにシャンプーしてる。毛がねえくせにとか言うな。すごい、不思議。初日の出的な。本当？完成しました。鶴の初めての完食ですけれども、これで正月時代劇粉児たちに挑みたいと思います。1月1日19時20分から20時49分 NHK 総合、絶対に見てください。ありがとうございました。皆さん、いきます。はい、チーズ。